歩行級コルベットは韓国海軍のコルベットである。艦名は韓国国内の都市名にちなんでおり、24隻が建造された。日本では2010年3月26日に発生した天安沈没事件に際し、PS として翻訳、報道されたが、これはハングル表記のを直訳したことによるものであり、正式な艦種は PCC である。 韓国海軍発の国産コルベットである東海級をもとに、その拡大型として設計された。上部構造物を両下にいっぱいまで拡幅して、中央を線路型とするとともに、艦隊を10メートル延長し、満載排水量にして150トン大型化している。ただし、艦型の拡大にもかかわらず、指揮官は同構成で巡航機として、 ドイツのムツフリードリヒスハーフェン車製、ムツ 12V956TB82、ディーゼルエンジンを2機、高速機として、アメリカのゼネラルエレクトリック車製、LM2500 がスタービニエンジンを1機搭載し、減速機を介して二軸の可変ピッチプロペラを駆動する、コドッグ方式とされている。なお、後期型では、l m 二千五百が、 出力27,800馬力に強化されているほか、巡航機もフランス製でより大出力のセントピルスティック 12PA6V280 に換装した、ともされている。基本的な配置は、東海級のそれが踏襲されていて、監視乾板に 76mm コンパット砲、環境直前の線路前端と、完備乾板には、 エリコンケーシー 30mm 機関砲を連装に、配したエマーソン社製の有人砲塔を備えており、また、ネームシップを含む初期の4隻においては、東海級で 40mm 機関砲が搭載されていた、線路後端部に、エグゾセ艦隊艦ミサイル発射塔を両限に一機ずつ,つ、備えていた。5番艦以降では SSM を配する代わりに、 完備乾板の 30mm 連装機関砲の代わりに2問目の 76mm コンパット砲を、また、線路前端の 30mm 連装機関砲と、線路後端のエグゾセの代わりにコンパット 4T40mm 連装機関砲を搭載して、方向火力を強化した。なお、これによって、対艦ミサイル火力は失われたが、これを補うため、 ハープーンの後日装備が行われている。センサは、初期立て造艦では、東海級と、同構成とされており、環境直後のマスト長部に和風射撃式用と、兼用で、X バンドの目標補足レーダーとして、WM-28 のレドームが設置され、その下方に公開用の案、SPS-64 レーダーが搭載された。また、9番艦以降では、 WM-28 に変えて、マルコーニ射製の S-1810 対空、耐水上レーダーが、また、これと、独立した、射撃式レーダーとして、同射製の S-1802 が、環境上に搭載されるなど、同時期に整備された、ウルサン級フリゲートと足並みを揃える形で、電子機器が強化されている。なお、ソナーとしては、 東海級の江戸786よりも、やや低周波の 10kHz 級に対応した、シグナール射精の PHS-32 を、船底に備えている。沿岸域の防衛を担う本級や東海級、ウルサン級の代替として、新川級フリゲートとテグ級フリゲートが整備される、予定である。また、同じく沿岸域の防衛を担う、大和型小海艇の後継として、 犬は型ミサイル艇が整備されている。末尾が0と4の看板号は欠板である。艦の老朽化と性能の陳腐化に伴って2009年より順次に退役が開始されている。なお、本級の設計をもとにした警備艦として観光5号が建造され海洋警察庁で運用されている。これは 76mm 砲と WM-28 を維持しており、また、指揮官も小ドッグ方式のままとされている。ありがとうございます。